1> シーは第1話、感想会さあ、こちらのご覧のメンバーでお送りしたいと思います。うーってなった時に変身してしまい、で、えー、また緑のでっかいやつにまたタックルで <laughs> っていうような感じのシーンになっておりました。<laughs> はい、で、ここで、えー、またもや気づくと、今度は森の中ではなくて、まあ、ちょっとね、海辺のビーチの。 そうですね、うん、テみたいメキシコですメキ,シコメキシコって言ってましたね。うん、はい,、うん、っていうところで何やらリゾート地みたいなところでベッドサイドにはね、えー、着替えの T シャツとハンパンみたいな感じで T シャツがセッペリンでしたね。なんかトニーの趣味なのかなっていう。 ね、トニーと一緒に研究してたっていうところで <laughs> まああとねそうバトルロイヤルでも移民の歌とかね、はい、最後かかってましたし、はいはい、なんかいろんな意味合いがあるのかなみたいなところがありますがそこで、えー、いろいろ、えー、その建物を探訪していると地下にねスマートハルプとね、えー、言われてる感じでございまして <laughs> あの姿ですけどもっていう感じで。 えー、意識を融合できてるみたいな感じな。うん、はいっていうことでここで先ほどもなんか説明があったように我々の DNA はガンマ線を中和できるんだっていう、うん、なかなかもう一言で <laughs> あそうですねっていうしかない <laughs> いいですね <laughs> っていうしかないようなまあでもここでまたねいろんなヒーロー他のね、えー、これからなんかハルク系の えっていうところのなんか登場っていうところもえ期待できるんじゃないかなっていうえこの設定ひ一言で済みましたからいろんなねえ血を分け,け与えるみたいなところで結構やっぱりハルクもねあのこの若返りといいますかね他のヒーローたちもなんかこう受け継いで受け継いでみたいなところになると思うのでハルクがこういう便利なね えー、血をいろいろ分けてあげるみたいなところで、<laughs> <laughs> MCU に。<laughs> まあ、どうなるかちょっと分かんないですけど。<laughs> それがね、いいことなのかね、<だ>恐ろしいことに反映するのかみたいな。<の>うん、シーハルク自体は結構、アベンジャーズのメンバーだったりとか、確かにさっきコミカルなキャラクターだというふうに言ったんですが、はい、結構その大きめのイベントとかにも関わる、でかめのキャラクターではあったっで、うん もしかしたらまあ確かにあのハルクのブルース・バナーがあんまりあの映画とかにはこれからあんまり大きめく関わらないで、はい、まあシーハルクが関わってくるみたいなことはあるのかな、うん、かもしくはまああの若いハルクが、えっとはい、コビックにも出てくるんですけど、うん、あのそっちの方に切り替えるときの、うん、まあ設定の下地として使いやすい、うん 理由付けをしししてのかなとという気はちょっまたねスマートハルク自体はね前のやつにも出てきてるんですけどサインしてましたからねはいまあこれでなんかちょっとここでジェニファーの血使ったら腕めっちゃはよ直ったとも言ってましたねただ血が優れてるっていうことはちょっと多分説明してるんだなっていう優れてるなんていうのかハルク向きはいはいはい能力が高くなる うん、お互い,を,いを書いてるんで書いてんのかなという感じのでしたね。うん、はいはいいっていうところでこれからのねハルクファミリーにちょっとね、えー、いろいろ期待みたいなところと不安があるかもしれませんが <laughs> あっていうところで、えー、ここでいろいろ実験をしましょうということでハルクはもう大変だよと、ね、意識をね,、えー、こうねハルクとそして本人をっていうこと <laughs> 15年の。 ねえー、歳月をかけてあんな分厚い本を持ってきてみたいな <laughs> <laughs> 俺の経験みたいなね結構律儀な,な,、ね、な性格なんです、ね、<laughs> ああいうやっぱここら辺はちょっと博士っぽい動きがありましたがっていうところですがいきなりもうねなんかどうどう,どうお馬ちゃんみたいな感じであや <laughs> <laughs> してましたが,が、ねはいね、もういきなり意識が、ねえー、本人の意識があり融合してるということになりまして。<laughs> えー、もうその、ね、分厚いページがもういらんみたいな感じに <laughs> なっておりましたが、まああ、そのパワーの使い方みたいなところでいろいろ教えてねみたいなところでそのメキシコの、えー、これがトニーと一緒にね研究してたっていうようなところにありまして、まあ、あここで、まあ、ヨガをやってみたりとか。このヨガはあれですよね、ねインクレディブル・ハルクで、うん、あのヒクソングレーシーにエドワード・イー,ーをはい、はい、教わってました。ね <laughs> <laughs> それをまだ律にやっぱ大事いいう <laughs> マインドフルネス大事みたたな出 <laughs>、うんはい、ました、ねまあこれはちょっとジェニファーには全然集中できてなくて <laughs> 合ってないぞみたいなところで、うん、まあちょっといろんな性格分けみたいなところがあったとは思いますがでまあ、えーね、3階ぐらいの高さがあって家具は補強付きじゃないと、うんえー、引っ越し先としてはダメだよみたいな地味なアドバイスであったり <laughs> <laughs> まああとは 親友はなんだって聞かれたときに、はい、スパンデックス。スパンデックス、スパンデックスって見てましたね。スパンデックスみたいな、なんか言ってスパンデックスは実際にある素材ですよね、これね。普通にあるものだと思います。素材というか、何て言うんでしょうね。あ、でも素材なのか。よくスーパーヒーローが着てるものの形容として。はい スパンデックスって呼ばれるんですけど、必ずしもスパンデックスじゃないと思うんだけど、設定上はね、総称でよくスパンデックスと呼ばれたりもするぐらいのもので、要は日本語で直訳するんであれば、全身タイツと同様のニュアンスで言われることが多いですね。伸び伸び、伸びる素材。レオタードとか言ったりするかな。 みたいなニュアンスに近いと思うんですけど、素材のことですね、この,、はい、このケースではね。はい、まあここでイワナゲーの練習というかね、競い合いであったりとか、あとね、えー、地面、ね、ハルクスマッシュじゃなくて、グランドスマッシュっていう名前でね。日本 <laughs> で言うみたいな感じでしたね、びっくりしましたね。技、技名叫ぶの。<笑><笑>ね<え>あんまりやらないんでね、<た>コミックでもそんなに叫ばないんでね。は<ー> <laughs> はい、はい っていうところでまあバランス感覚においてはねもう、えー、彼女の方が上回ってたりとかいろんなことがあって、えー、まあここでちょっとまあ休憩がてらお酒を飲みがてらみたいなところでバーでトニーとの思い出、えー、みたいなところでねアイアマのこのヘルメットがあったりとか、うんうん、あ結構トニーはね、えー、やっぱりこう嫌なやつというか、えー、描かれ方しますが、うん、こういうところでもすごく手助けをしてたと言い,いますか。 なんか進行をね持ってて結構いろんなアベンジャーズのメンバーの面倒を見てあげてたみたいなところがこう出てきてなんかジンときますねこういうのねインフィニティー・ウォー・の話ってことですよねその入ってたっていうのはそうやねでもテーブルにあの何すかあれ イニシャル書いてるすごい。なんか小学生みたいな。中中学生。そうですね。I.I. が高くみたいなね。なんか新いつまでもずっともだよみたいなね。親友だぜみたいな友達であるっていう感じ。まあなんか二人きりだとねそういう一面を見せるんだみたいなところとかね。なんかトニーらしい感じがね。アベンジャー最初えとむなんですかアベンジャーズの映画からのすごい進行。 深さみたいなのは感じま一応ねんかその学者チームとして一応友達だったっていうことは繰り返し書かれてもいるんでまあハルクでね苦しんではいたけどハルクとしてねブルースは苦しんでいたけどまあそれでも戻ってっていう形になってまあそういうところね あのキャラクター的なつながりも、はい、描き方としては面白かったですうん、まあ、ここでいろいろね、えー、ヒーローの自覚みたいなところでそのパワーを制御するためにもっともっとトレーニングとか言うてるときに、えー、ジェニファーはそういうことじゃなしに、えー、そういうヒーローとして私は、えー、活躍したいんじゃないとうん、まあ、弁護士で、えー、今まで培ったもので、えー、人助けをしたいみたいなところで、まあ、人助けの方法の違いみたいなところでこう えー、揉めまして、えー、もう私は帰るみたいなところで止めるみたいな感じで、ここでちょっとしたお二人のバトルみたいなことがあったりとかして、ハルクがねあの、インクレーティブハルクの時にこに、バシャーンとやる、ね、<laughs> サンダーブラスターとかでしたっけ、<laughs> えー、なんかそれをやると、ね、結構、えー、彼女も、ね、すごくなんか連発みたいな感じ <laughs> 楽しくなってきたって感じです。 意外な使い方と言いますかね、うん、結構ハルクも苦しんでましたしね,ねはいまあいろいろ考え方の違いでなんかそのハルクの力の使い方の違いみたいなところもいろいろありまして、うん、まあ、えー、ここでお互いにまあ互角みたいな強さあーみたいなところを見せ合ったところで思い出のバーがぶっ壊れちゃって <laughs>、えー、ちょっと冷静になっちゃって。<laughs> 2>, 2人で、まあえー、仲良くなって、またちょっと、えー、直しながらトレーニングしましょうということに、えー、なりまして、ちょっと、えー、時間が経過いたしまして、ハルクもいいよと見送る感じになりまして、えー、ここでお互いの、えー、また生活に戻るということになりました。ちなみにですね、はいはい あの、アイラブメキシコっていう T シャツを。T シャツ着てましたね。原作ではアイラブ LA っていう T シャツを着てまして。全くほぼ同じデザインの T シャツを着てる。メキシコなのはあれ、場所がメキシコだから。そうですね。あんまり多分劇中言及されてなかったと思うんだけど、じゃあそこはメキシコのはずなので。なんか一回メキシコっていうのは言ってましたね。メキシコに行ってその なんていうのえっ、ー、と、そういう、はい。落ち着ける場所を作っていたという、うん。今回舞台が、その、少なくとも第1話の舞台はロサンゼルスっぽいっすよ。うん。たぶ<分>、うん。事務所とか、事務,事務所とかはそうなのかな、うん、なんか、なるほど。もしかしたら、あの、エンドクレジットの方でも、あの、うん、なんかロサンゼルスの方の、 おでなんか写真をアベンジャーズの面々みたいな,な,なんかスコスプレしてる人と<ー>あのハリウッド通りでと写真撮ってるエンドクレジットがあったりとかして、うん、じゃあ「デアデビュー」が出るとか言われてるもしかしか、ね、ニューヨークとはちょっと真裏、ま、この庭とかでいわゆる事務所が変わるというか事務所に引き抜かれるからニューヨークに行くっていう話になるんじゃないかなっていう。うんうん なんか今のところだとメキシコから車で、うんね、あのメキシコのに置いていくからみたいなんて言ってたけおそらく真上に行くぐらいか。そんなには遠くない、えー、<laughs> ことなのかなっていう 1> 第1話の段階ではロサンゼルスにいるいう感じなのな。なるほど、なるほど。これが一体どうなっていくのかっていうことですね。<あ>はい。まあ、ここで、えー、現代に戻りまして、えー、法廷っていうことになりまして、まあ、 ちょっと驚いたのなんか液タブでイラスト描いてるんですね。あれびっくりしましたね。今方庭型ああいう風に描くんですね。ねなんか日本のイメージだったねもうなんかあの鉛筆とちょっとした筆で色をつけたりとかいう感じだったんですけど。確かにあそこで描いたものをすぐにペってこう送れますもんね。確かにね編集とかにそだアメリカあんま方庭型のイメージが僕はないんですよ。ねアメリカってアメリカ圏はあの中継ができるんですよ。 見ることができるんですよ、テレビとか。絵で伝えなくてもいいんですえ、じゃあ、あの人何だったんですかねそうなんです。でも、エンディングの前から、あのね、あのあのングは、そだから、あの人のタッチみたいな感じだからもちろん、必ずしも法廷画がないってことはないんです結構、裁判のイメージってどっちかっていうと、テレビとかでも中継されるから、あんまり法廷画のイメージが僕はないんですよ。へテレビとかでつけたら見れる。アメリカは結構そののあ テレビでテレビとか映像で見れるんですけど、はい、それでも法廷画自体は結構存在していて結構あるんですよね。なるほどね。んあのまあなんていうほなんだ、えって方法なテレビで放送するほどではないものあなもう <laughs> やってるのかわか,かんないんですけどまあ歴史的にね,ね結構ずっとやってきてることやから。 ちょっと形を変えして残そうみたいなところなのかの結構今の近年の報道でもあの有名人のやつとか法廷が担っているパターンのものも多分報道で見ることがあると,と、ね、ああ、なるほどね。どうなんだろう。うジョニー・デップとかの最近のね、アンバー・ハードとジョニー・デップの裁判とかのやつもはい、はいうん 報道によっては、法廷画が出てる場合もあったりするので。僕、家帰って普通に YouTube つけたら見れますいや、そうだから見れるんだけど、法廷画も存在してる。不思議な。記事として扱うときは、そういうイラストがまた使われるということもあって、あと最近だとトランプの時代に、トランプトランプ大統領だった時代に、カメラを 会見の中に入れるなうん。指示をなるほど出した時に、法廷画家を新聞社が送り込んで絵描いたっていうテレ会見の時にねあのやったとかいうので話題になったりするので、あ<ー>あ、まだは結構普通にコピュラーなんだなっていうのを思ったんですが、ね、やっぱりあ,のああいうふうに、でもタブレットであって現場で、ね、<laughs> まあ確かに今考えた、まあ確かにタブレットで描ける。 と思うけどただ、タッチがいわゆる書いたデジタルな作画じゃなくて普通に色鉛筆とかああいう素材っぽい色鉛筆とか鉛筆みたいな感じの画風にはなってましたけどね。そういうペン先を選んでいるのかもしれません。ということで最終弁論、いよいよ。 え練習した本番がっていうところで陪審員のえね票を取れるかみたいなところでえ喋り出したところにドカーンと壁が崩れましてね乱入者ということでここがえタイタニアというこれはまあライバルのキャラクターでいいんですよねはいいきなり出てきましたがはい。 シーハンす。はほとんど敵という敵があんまりいないんでタイタニアとかぐらいしか本当に敵がいないんで多分一番有名なビラです。もう出すしかなかったっていうね。固定のそんなにすごくそもそもとしてそんなにすごくいっぱいコミックがあるキャラクターではないんですけど。 あのティターニアとかタイタニアとか、はい、とはどういう風うに訳されてるか分かんないけど、うん、あのーは結構メインのキャラクターで、はい、まあ要はニセシーハルクみたいな <laughs> うん位置づけのねあの同じ能力を、はい、ほぼ同じ能力を持っている敵っていうのはよく定番であるんですけど、うん、その中で出てくるキャラで。はいうん まあ、あの同じようにひ弱な女性だったんだけど、はい、確かドクター・ドゥームにパワーをもらって、<ー>結構ね、話はむちゃくちゃなんですけど、えー、ドクター・ドゥームがスーパーヴィランの軍勢を作ろうってなった時に、学校かなんかに乗り込んで、お,<ー>お前ならないかって言われて、その提案を受け取って、なんでだよって話なんだけど、いや、ついつもあってるんですよ、コミックの中では、まあまあ分からんでもないけど、ただ、それでなったというキャラクターなんだけど、えー、それ以降、ずっとその、 うん、あの頻繁に出てくるキャラクターでだからといってじゃあ,あのなんかすごい面白い設定話があるのかっていうと、まあ、そうでもないんですけど <laughs> <laughs> あの最近のねコミックだと、はい、あの,の描写がちょっと面白くておーシーハルクが本気をなしってぶん殴っても大丈夫なお<ー>人間なので何 <laughs> <laughs> て言うの場所と。 時間は選んでほしいけど、はい、あの意外と殴り合うのも悪くないんだよ、みたいな <laughs> やり取りをしてて、<laughs> えー、なんかそう、本気を出せる相手は珍しいからみたいなのが、まあ、もしかしたらそうやってちょっと友達として、てもしかしたらコミックじゃ、コミックは、なんかと最近のコミックでそういう話が出てきて、そういう位置づけなんだ、みたいな。 なるほど。もしかしたらドラマでそこは採用するかもな、ちょっと面白い描き方だったので。確かにそうですね。殴り合って友情が生まれるって、もう女性でもあり得るんだって。確かに、シーハル君加減しないと本当にあの人間バラバラになっちゃう加減しなくていいというところで、いいキャラクター。このままだと、あの出落ちで終わっちゃうじゃないですか。そうですね。 うんもったいないですよね。もったいないですよ。結構、あの、何でしょう、あの、有名な俳優を使っているあそうなんですね、女優さん。恐らく、メインキャラになるんじゃないかなというがながここ、逆算すると。そうなるほどあの逆にマーク・ラファルとかは毎回出すのは大変だろうな、いろんな理由でっていう。あとあの、ハルクを毎週出すとですね、うん CG の金がかかってしょうがないと思うので。いや、大変でしょう。たぶ第一話が限界ではみたいな。あとはもう、あの、腕輪をつけて、変身しない状態で出てきてもらわないと。ハルクってすごいお金かかるので。フル CG のキャラクターです。本当に大変なお金がかかって。だけど、と多分モデルを使い回せる。うん。多少ね。今の。は一から開発するほどではなかった。ーハルクは、 多分半々ぐらいなんじゃないかなと、個人的に思って。あの、まだちょっとその、はい。舞台裏側はかんないんで、あれなんですけど、多分結構人を残してると、はいはいはい。一から作り直してないんじゃないかなっていう。表情とかもね。気がしてるので。あと、シェアハクって、こういはいと変身しっぱなしなんですよ。あの、キャラクターとして、あの、大歓迎なので、その、大きくなって強くなることに対して、結構その、抵抗がない。むしろ自分より、あの、 ベター姿本当の自分よりより良いものだというふうに捉えてる人として描かれてるので結構変身しっぱなしなんですけど逆に変身ができなくなるみたいなのが窮地として描かれるキャラクターになってたんですほどでも今回はそうではない多分キャラクターとして描くんじゃないかなって結構否定的なこんなでかくなって力をつけるんじゃなくて普通に弁護士として働きたいんだよみたいなことを言っているのであんまり実は変身しないん ったりりするのかなとというころもあつつ予告がね最初に出た時は結構なんか CG が微妙なんじゃないかっつって話題になってましたけど完成版見る限りはできるやつなのでやはり予告編初段の時よりやっぱり開発が進むんだなちょっと思いましたね今回のねまあハルクが出なくなった分ね C ・ハルクに回せるっていうこともあるかもしれませんそうですねそんなにあとはエピソード数もなくて時間も短いのではい っていうところではなるほど。ということで、さあ、変身して、退治しなさいよ、出番よみたいな感じで言われてまして、荷物預かったり、ハイヒールをちょっとね、ハイヒールはねスパンデックスじゃなかったんですね。っていうところで、まあ、カッターシャツとかも全部ね、もう戻ったらビリビリになってましたけど、ジャケットとかも。とりあえず、変身いたしまして、退治いたしました。 タイタニアも診断みたいな感じでは全然なかったので <laughs>、えー、これからの活躍にちょっと期待しながら <laughs> あっていうところで元の姿に戻って、ね、シャツとか、えー、ジャケットとかちょっと直して <laughs>、えー、最終弁論を続けますという <laughs> <laughs> 続けるのかいみたいなところで <laughs>、えー、終わりましてクレジットが流れますでポストクレジットのシーンになりまして。 えー、メキシコのそのコテージでお酒を飲みながら、<laughs> ねなんかまあ、ハルクはね、二日酔いはしないみたいなことを言っておりましたが、<白> <laughs> えー、ちょっと酔っ払ったふりして、キャップの恋バナあみたいなところ言ってると、うんえー、ねえもうブルースが。いや衝撃の事実。そういうそうそ、ん、<え>そういうね、変なことばっかり言わないで、<laughs> まあ、事実はこうやったんよ、うん、みたいなことをつい言っちゃうみたいなところで、うん、<laughs> 1943年に。 疑問に来たたた出会っっ女性とやておりますよみたいなんした何でそんなことを知っているのかっていう話の方が問い詰めないんですけどどういうういことなんでしょうかそういう話をしたのかそれともそういう話を別の誰かから聞いたのか,のか,たのかっていう <laughs> まあこれは事実ではないということでね、えー、どういうことかっていうことはまあね、えー、本人しかわからないということですが。うん まあちょっとこれもなんかね、ジェニファーがこううまいこと聞き出すみたいなね、なんか作戦みたいなところで頭がいいよみたいなところの描写でもあったりするとは思うんですが、あと日本語だとあんま分かんないですけど、ファッ最後、ファッで終わるんですファッはいはい。では言ったディズニー R 世になっちゃうんで、ファッで終わる。多分初めてだと思います。日本語字幕ではねこのや やりなんたらみたいなところで終わるみたいなね。やちゃちの後のちっちゃいつで止まってましたね。みたいなね、ところで。吹き替えもそうです。吹き替えもそんな感じだった。はい。おおなるほど。やつが聞こえたかなんか聞こえてないかなみたいな感じで終わってましたね。はいはい。やっぱりなんかすごいそういう下ネタとかが多めなのもやっぱり、ジョン・バーンっていう、さっきかやったセンセーショナルシー・ハルクっていうその、 サッペチシーハルクっていうなんかうごうごう,うがうがうご,うごうみたいな感じの野蛮なシーハルクから、うん、なんか普通に綺麗ではい、はい、頭が良くて面白くて、うん、第四の壁を破るシーハルクになった時の,の,の、うん、イメージをやっぱ感情を残したギャグなのかなと思います。うんすねはい、というところでございまして1話が、えー、終了ということになりまして結構ねもう いろんな要素がもう詰め詰めで、もう下地はもうできましたよみたいな感覚でしたね、やっぱね。こっからやっぱり法廷劇であったりえっていうことになって、まあ、すごいね、力じゃないところで、あんなに力があるのに、ね、力じゃないところで戦うみたいなところはちょっと面白そうな感じでありますし、まあ、デアデビルはもちろん、ね、ウォンであったりとか、アボミネーションであったりとか。 出ることが結構噂されたり、はい、確定してるメンバーが、はい、ここからどう絡んでくるのか、うん、ねすごく楽しみですね。はいエ、はい、アテビルとか見てる側としては弁護士だって感じがするんですけど、はい、世界観的には誰も弁護士だとは知らないはずなんですよ。突然出てきた棒を持った怖い人だね <laughs>、はい。<laughs> あの目も見えないって設定も多分誰も知らないので、はい、弁護士であの、で、うん、アデビル自体がね。うん、だから、あの。弁護士の状態で出会うんだろうかっていう。はいはい。<laughs> わかんないです。逆転裁判みたいな戦い方をするかもしれない、ね、<笑><笑>弁護で戦うみたいなこともそう弁あのは。弁護士として出会う、あの、うん、対決する話もやったりするので、お話として、ね、うん、あったりするので。結構面白いで、うんで、スティーブ・ロジャースがえっ、ー、と戦対戦中の時きに何か訴えられたから、ちょっと。うん 対戦中のこ時に訴えられたからちょっと弁護してほしいってスティーブ・ローチャーがおじ,、うん、おじいちゃんになっちゃった時があってあのエンドゲームでシハルクに弁護依頼しに行ってで相手方はあんまりお金ないからかわいそうだからっつって知り合いの弁護士を雇ったんだって言って、うん、デアデビルが出てきてデアデビルと、うん、あの法制で対決しなきゃいけないっていう話があるんで、うん、多分なんかちょっとそういうあるかもしれないねななもしかしたらそうやってお話を使って、うん 来るんじゃなないかなって気はしますね誰も知らないんでのあのあの時期の、えっと、マーベルはのデアデビルは一度デアデビルバッド・マードック説みたいなのが世の中に出てたんであ<ー>またんか緩やかに疑われてもまあ分かるかなみたいな感じだと思うんですけど映画の世界では少なくともね一度もバレてないはずなので、うん、なるほど この後どうなるかわかんないですが。そうですね。まあ、アボミネーションもね。一応、サンダーロス将軍も出ますね。ウィリアム・ハート、遺作に今回これがなんですけど。なるほど。楽しみやね。はい。だから、結構ね、一通り出てくるのかな。装置、人間に戻れる装置があるんやったね。ティム・ロスがしっかりと。ね。もっと戻ってましたからね。なかなか曲では少なくて。ましたもんで、多分、シャンチー。 出てきたところの下りの説明が多分ここで行われるのかなみたいな。戦ってましたもんね。ウォンがゲート開けて出入りさせてましたけど、よく分かなんでだよっていう話でしたね。会話してましたからね。うん、何なのか。何なのまあ、小銭を、ウォンが小銭を稼いでた説みたいな感じったけど収入がなさそうでしたからね。収入がなさそう。 なるほど。みたいな。幼なスクリーム、そんな金の稼ぎ方知っていみんなを養うために大変なんだ、みたいなね、ことがありましたが。はい。はい。っていうところが、基本的には第1話でございました。何か、他に気づいたり、こんなところ、こんなことがありましたよ、みたいなところがあと、はい。チートス、箸で食ってたじゃないですか。食ってましたね。結構、トップスティックではい。 チートス人気でこっちでは、アメリカ圏では。で、特にあの、辛いチートス、あの、食べてた、あの、食べてたやつって赤いやつでフレイビングホットっつって、一番辛いやつで最近はあの、ピースメーカーっていうドラマ、ジェームズ・ガンがーの、ユーネクストでやってる、はい。ピンオフのピースメーカーでも柔道マスターってキャラクターがあの、チートスの辛いやつを書てたで、 あのちょっと箸で食べてたんですけどなんか結構こっちで変わった食べ方があって、うん、テキサスの方ではチートスの袋を開けて小袋を開けて、うん、そこにチーズをなんか何てナチョチーズみたいうのをかけてスプーンとかフォークとかで食べるっていう、えー、意外となんかチートスを箸で食べたりとかなんかチートスをああやって食べる文化が多いんで、うん、なるほど。 日本でもなんか食べれるらしいんです、フレーム、一番辛いやつが、うん、それをぜひ食べてもらいたいなっていうことと、うん、あと、<laughs> シーハルクの事務所のところにあの女の女性の判事の,あの、はい、おもちゃが置いてあったと思うんですけど、お<ー>それはあのルーズベーダー・ギンズバーグっていう。RGB のはい、はいうん あのすごい有名な女性判事、最近亡くなってしまったんですけども、判事、うんはい、のあれがあったりとかして、意外とそういうアメリカの社会ネタも実はちょっと入れてたりとかして、んはいはい、なんか意外とそういう部分も法廷的、うん、法廷の話ではあるんで、まあそはいはい、はい、ういうこととか。こっちはすごく今、シーハルク盛り上がってまして、はい、ちょっと今、 今、キャンペーンというか、なんかこれをカナダ限定っていう結構珍しいキャンペーンなんです。超巨大なベンチがカナダには設置されてて、うん、これあの、アメリカの不動産屋さんとかあの弁護士の人たちです。 はいはい。<ー>宣伝みたいな。宣伝のやつで、まあ、<ー>ベターコールソウルが一番有名で、ベターコールソウルではよくこういう宣伝キャンペーンやってて、うん、でここの電話を c h a ハルクってなってるんですが、うん、アメリカの携帯電話は、あのうん、あ日本もいそ,うなそうじゃないですか、あの日本語の、なんてうでしょう、うん、日本語入力するときに、うんうん 1のところに何かあとか書いてあったりするじゃないですか。はい,はいはいはい。あ<の>まあ西への携帯電話そうなっっ <laughs> <ー>んだけど。<laughs> で、一応そこシ C ハルクっていう部分で S のところの番号を押すと出てくるみたいな感じでですね。<ー>一応今、こう電話をかけるとですね。はいはい。こんな感じで。はい。You've reached the superhuman division at GLKNH。 GLKH かな確かに弁護士事務所につながるんですよ。残念ながら、まだその弁護士事務所が第1話では出てないんで、うん、ちょっと2話の方でも、ね、また多分これ紹介すると思いますけど、ここに電話すると、うんえー、そこの弁護士事務所につながって、まあ、相談窓口みたいな感じで、または,は,は,、はい、はどういう。 被害を受けましたか、うん、アズガルドのワープのなんか魔法陣みたいなので、<laughs> なんか床が焦げちゃいましたかとか、ロボットが急にあなたの家破壊しに来ましたか、うん、みたいな電話がつながるんで,る、うん、で。一応日本でもこれキャンペーンやってるんですが、ははい、はい、まああ,のね、あのですね、はい。 これねちょっとだけ触りだけいけるかなと思ってまして、まあちょっと、声優さんが出てくるので、05で、じゃあちょっとかけてみますね。05、C ハルクでかけるとつながる。はい。じちょっとスピーカーにしてナビダイヤルでおつなぎします。22.05、10円で使用いただけます。なお、10を定額プランの対象外となります。はい。 <laughs> お電話ありがとうございますこれナビやねた電話に出ることができあもうそうか事務所事務所なんてこの同電話版もそうですねなでなりますブルースバナー日本版製品の宮内篤が代わりにお受けします <laughs> お<う>ヒーローがビルを破壊してしまって大変ですって <laughs> まったく美容すぎるのもいいことばかりじゃないですね でも大丈夫。そんなときはシーハルクにご相談を。プラスで8月18月16日時から配信開始。なるほど。シーハルクのあニーでは、私が声優を務めるウルースも大活躍。シー <laughs> ハルクの大先輩として、ジェ <laughs> ニファーに多くのアドバイスを送ります。そんな先輩ヒーロー、ハルクの姿も要チェックです。それでは。うーん。ううん日間ですね、今こういう電話のキャンペーン、日米。 意外とあんまりダムでんなね。日本は声優さんが、えっと、出演者の声優をやった方々が出るので、あの、日米でこういうキャンペーンやってるのって意外と共同でやってるのは珍しいんで、ぜひお電話してみてはいかがですかね。なかなか楽しいと思います。 はい、プロモーションねちょっと面白い使い方してますね。なるほどなるほど。ということでございますね。はい。はいはい、ということで、えー、第9話のうちの1話、はい 1> えー、皆さんと語ってまいりました。はいえー、そうでですね、えー、っとここで、えー、皆さんの えー、コメントなんかも、はいえー、書き込んでいただければまた次回参考にさせていただきたいと思いますのでいろんな意見、えー、ご意見ね、えー、なんか分かったこと考察、はいえー、なんかもいただけたらと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、であとですね、はい、ここでですちょっと立尾さんがですね、うん、あのシーハルクの,、はい、あのカバーを第1巻 1>、はいね、ダンスロットの方のやつを。うん やっててまして、はい、そちらのちょっとカバーの話もちょっと軽くなんかどういう経緯であったのかとか、はい、どういう形で書いたのかみたいなちょっとはい、はい、シーハルクのカバーの話も少しお伺いできたらなと思うんですがそうですか、はい、あのもう本当に急にシーハルクのカバー書いてくださいっていうね <laughs> <laughs> ショープロさんから<そ>ショープロコミックスさんの方から来て。はい なぜ私にと思ったんです最初<ー>、うん。なんですけど結局その今回シーハルクの,その、ま、ドラマの原作であろうコミックスの内容が、ま、シーハルクっていうイメージだと今まではムキムキの女性のヒ、はい、スーパーヒーローがっていうイメージだったのが、ま、そうではなくて内容としてはその法廷のドラマ。 はい、がメインであるっていう、うんうん、そこにスーパーヒーローが出てくるっていうそういう設定なので、はい、まあどちらかというとそのボディービルダー的な、うん、あのイメージよりもん、うん、働く女性であったり、まあ、弁護士の女性だったりっていうイメージの方で書いてほしいっていう、うん、のでしたので、うん、まあそれでしたらその、まあ、女性の私の方で はい、なんかやれることがあるのかなって思ってお受けしたんですけど、なるほど、うん、確かに読んでみると、もう本当、アリー・マイ・ラブでしたよね。<laughs> <laughs> <laughs> まあ、それ、アリー・マイ・ラブをずっと私見てきて、全部その、そ、ね、の CD とか DVD とか集めてきた布石、これだったのかっていうぐらい、<laughs> <laughs> くご存知でっていう感じの内容だったので、でじゃあ、これは私がやらねばなるまい。 ってていいう,うに思いましてその時に真っ先に浮かんだのは、うん、もう今カバーになってるあの絵だったんですね。うん、でまあ1個出すだけだとちょっと弱いのであと,と1つか2つぐらい 2>,、うん、2つ3つぐらいイメージを出してでそれでどれか選んでくださいって、うん、大概あの表紙カバーのイラストっていうのはそうやって えとイメージラフっていうのを何点か書いて、はい、あの編集部の方で選んでもらうっていう形なんですけども、はい、今回やっぱり一番最初に私がイメージしたあのうがちゃかうがちゃかしてる感じのそうん、うんはいう <laughs> イメージが選ばれたのでやっぱり間違ってなかったんだなってい思いましたね。だからやっぱりその表紙を見て買って、はい、で中身やっぱり絵が違うじゃんって思った人も 読んでみて、もう一回、その幅を見ると、やっぱりこのうがちゃかかんじゃんって言ってもらえるような気がしたので、それはあのうまくいってるといいなという気がしますね。そういったまあ、ね、い意図があって、先生にオファーがみたいなところがあったということで、なるほどそうだと思いますツイッターでも話題になってましたよね。 発表された時に結構ダンスロットとかもこのカバー欲しいってそうそうそう褒めていただいて、はい、すごい私がうがちゃかしましたね <laughs> 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 あダンスロガー,ーっていうツイートしてくれてる今回のドラマにもねやっぱりいろんな要素、えー、ふんだんに入ってるでしょうからぜひね、えー、まだ読んでないという方はね、うんえー、立尾先生のカバー ええー、もう買っていただいて読んでいただいてっていう感じですね。はい、はい、ありがとうございます。はいはいでは、えー、最後何か告知、えー、その他の告知するものがあればよろしくお願いします。先生はまずありますかたてお先生。うんもうあの今 <laughs> 今のシーハローまだ会えるところがあるので <laughs> はい買っといてねっていう。うん。 まだね、全然大丈夫だと。まあ、バースさんもこの間、入荷さらにしてたので、うん、多分バースさんに行けばまだ全然あると思うんでね。はい。本当に面白いんで、ぜひチェックしてみてください、うん。はい。では、洋平弁義さんもお願いします。はい。えっ、ー、と、そうですね。全く話せることがないですね。<laughs> <laughs> タイミング的にはい。あ、そう。 そうですね。はい、そう。まあ、ノーうまだ参加することが出てない。ね、あ、まあ、そう、はい、えー、そうだ。忘れてました。<laughs> えっと、ショーブロックさんの、えっ、ー、と、ノートっていうブ、はい、ログサービスのところのやつの、えっ、ー、と、シーハルクのね、うん、原作コミック入門という形で、はい、シーハルクのね、えっ、ー、と、歴史を本当に短い方、まあ、結構長い、歴史の長いキャラクターなんですが、まあ、今回話したようなね、はい、短くまとめて話をしておりますので、ぜひそれをチェックしてですね、えー、まあ、あの、 面白そうな個人的には、あのね、すあの、記事の中でも言ってますが、あの、チャルソウルがやった、<う>あの、シハルクが結構面白いんじゃないかなと思っているので、はい、ぜひチェックしてみてください。うん、そいうこですかね。はい、はい。他にもいろいろやってるんですが、はい。またちょっとお話ができないので <laughs>、タイミはい。よろしくお願いします。はい。いはい、はい。ありがとうございます。えー、ノは何かありますかいや、 特にはい、そのツイッターとかやってるので SNS に行くなったら分かると思います了解ですありがとうございますでは次回第二話感想会でお会いしたいと思います今回は第一話皆さんありがとうございました第二話でお会いしましょうさようなら